炭治郎はどこだよ。やっぱりそんな気がしてたんだよね。さすが翔一くん、頼りになるね。出ておいで。あ、え、部屋が。骨折していようが、なんだろうが、俺はやる。見せて。頭だ。気合とともに頭も使うんだ。暇ないぞ。マレッジは渡さない。俺は折れない。諦めない。中に気づきに戻るのだ。諦めなよ。全てにおいてゴミのようだ。紙と万年筆の無駄遣いだよ。趣味の鼓でも叩いていたらいいんだ。この家に閉じこもって目が回る。この回転の速さ、まずい。爪の攻撃。行け、入れ、間合いの内側へ、前へ。答えろ。人を殺したことは許さない。刺さったら本当に自動で血を取ってくれるんだな。猫？あ、君が珠代さんのところへ届けてくれるんだな。お、もう一度鳴くとまた姿を消すとは聞いてたけど本当なんだな。小生の書いたものは美しさも儚さも凄みもない。成仏してください。小生の血鬼術も鼓も。キヨシ、テルコ、キヨシ、テルコ。えっ、そうか。でもよかった。無事で。さあ、外に出よう。背中に乗って。外に出てるな。二人とも無事。血の匂いだ。おら！おけ！炭治郎。俺、守ったよ。寝てる間に人が話したことを知ってる時があって、炭治郎たちと、あと何か変なうるさい足音がするな。大丈夫ですか？部屋が変わった時の勢いで善逸さんがかばってくれたので僕は大丈夫ですけど。俺死ぬの？ちょっと無視、ちょっと無視。5人目の合格者、最終選別の時に誰よりも早く入山して。やめろ。お前と同じ鬼殺隊だ。ああ、鬼殺隊、鬼殺とは炭治郎の大事なものなんだ。わからねえのか。そんなことは最初からわかってる。炭治郎からは泣きたくなるような優しい音がする。とにかく音がしている。
たくさんの音がこぼれ出している。でも俺は人によく騙された。鬼殺隊でありながら鬼を連れてる炭治郎、俺が。ああ、突っ込んでろ。すんだよ。それには触らせない。くそが。刀を抜いて戦え。俺守ったよ、お前が。威勢のいいこと言ったくせに戦ってみせろ。どうか。お前ごと箱を串刺しにしてやる。隊員同士でいたずらに刀を抜くのは楽しいのか。卑劣極まりない。悪かったな。全く分かってない感じがする。まず炭治郎もご法度に触れるんじゃないか。攻撃が異様に低い。これはまるで、まるで、この関節の柔らかさ。自画自賛。こんなこともできるんだぜ。ちょっと、今この切断の憂鬱に勝るもの。ちょっと俺の顔に文句でもあんのか。何、俺の顔ジロジロと見てやがる。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ。おい、てこっぱち、俺の名を教えてやる。橋平伊之助だ。ん、どうした、止まった。多分脳震盪だ。俺が力いっぱい頭突きしたから。どんだけ頭固いんだ。イノシシは失神してるのに。イノスケも手伝ってくれ。まだ屋敷の中に殺された人がいるんだ。本当におかしいんだこいつ。何の意味があるって。ダメだこいつら、どっちもおかしいわ。善逸とこの子たちで頑張るから大丈夫だよ。ずれてる。ああ、舐めるんじゃねえぞ。山を降りろ。さあついてこい、この私に。まだ勝負は終わってねえぞ。疲れてるだろ、いいから降りるぞ。ダメだダメだ、翔一君は行っちゃダメだ。いい加減にしろ。身につけろ。藤の花の匂いだ。藤の花。ありがとうございました。家までは自分たちで帰れます。誰なんだそれは。お前だ。違う人だ。うるさいわ。急速急速ケケケケケケケってこいつ食おうぜ。何なんだてめえは。だ、鬼狩り様でございますね。あのばあさん足早っ。こちらでございます。妖怪だよ炭治郎、あのばあさん妖怪だ。箸使えよ。さ
そんなにお腹が空いているならこれも食べていいぞ。ああ待ち。いいぞ、好きなとこで寝ろ。ふむ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 、うん、重傷。あばらよりコブがいて。謝れ。断る。謝れよ。断る。謝るんだ。そうだぞ。お前ら頭大丈夫か。お前に言われたくねえ。この藤の花の家紋の家は前に鬼狩りに命を救われた一族なんだって。そういう伊之助はどうして鬼殺隊に入ったんだ。ああ、その鬼殺隊員は不幸だ。伊之助も俺と同じ山育ちなんだな。お前と一緒にすんなよ。そうか。鬼を連れているのはどういうことなんだ。善逸、分かっててかばってくれたんだな。俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。お前が正一君を連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。夜中なんだぞ善逸。なんで挑発に乗らねえんだ。鍵かかってないんかい。は？善逸、禰豆子は俺の。炭治郎。いいご身分じゃない。善逸、違う。俺の流した血を返せよ。俺は。善逸、落ち着け。どうしたんだ急に。殺害はな。殺害はなめるんじゃねえ。